株式会社小島総本店は山形県の清酒製造業を行う酒蔵である。慶長2年米沢藩御用酒屋として創業。清酒投稿の蔵元で知られる。現社長は24代目。2014年、小島総本店のほか水戸部酒造、縦の川酒造、男山酒造の若手蔵元が集まり、共同銘柄の開発に着手。2016年から、 各々の銘柄から取った山川光夫と名付けた共同銘柄の発売を開始した。2012年から本格的に輸出を始め、中国、ドイツなど15カ国、地域に出荷。さらに2019年2月6日には、米国に向けて初出荷した。4月頃から、米国のレストランや小売店に並ぶ予定である。このか、2017年6月から11月まで、 投稿純米銀上限種が ANA 国際線ファーストクラス及びビジネスクラスの機内食のメニューとして採用されている。2013年に放映されたマックスファクターの化粧品 SK2 のテレビ CM はトム・フーパー監督が制作を手掛け全編オール山形ロケで撮影された。この CM の核となるシーンは投稿の酒蔵で撮られたもので。 フーパー監督がここで昔ながらの酒造りを再現したいとして撮影地に選んだ。ありがとうございます。